大学受験でマーチを目指してる受験生の諸君、それ12月からでも間に合いか。まあね、今日ね12月の12日、12-12、うん、ということでね、まあそろそろもうあの大学受験もう本腰入れてもうガチンコでちょっとやってるね、あの受験生の方多いと思うんで、なんかね、このかつてね、E 判定が3ヶ月で、マーチ、中央大学、小学部会計学科に向かったね、この私とやりが、なんか受験に関する動画をね、ちょっと出そうかと思ったんで、今回はね、まあ、それこそ僕、本当にね、マーチ受験のプロ、マーチのね、対策語らせたらね、右に出る者はいないと言われるほどのね、マーチ受験のエキスパートなんで、まあ、第一志望で、多分結構ね、こういうの多いんじゃないかな、文系で、まあ理系でもいいんだけど、文系でさ、マーチを第一志望にしてるみたいなね、あそういうね、まあ、ちょっとね、言っちゃ悪いけど、ちょっとね、まあ、頭、ちょっと足りんね、子たち。まあ、俺もマーチだからね、ちょっと人のことやる、君らと仲間なんだけど、マーチがもう、限界みたいな、イケてマーチだなくらいのね、子たちでね、ほんとマーチに抜かれたのに頑張ってるっていう。受験生の子でいると思うんだよ、いっぱい。うん。それぐらいに向けてね、今現在ね、まだちょっと受かるかどうか分かんないよ、分かんないなりね、みたいな子たちに向けて、全然そんな心配する必要ないよと。12月からでも、受かるよっていう話。というか、12月からでも、なぜ受かるかっていうのと、まあ、こういうふうにした方がいいんじゃないのっていうね、この私の先輩、実際俺そうだったから。実際マジで本当に俺実際ね、3ヶ月で、受かったって言ったけど、実際ちゃんと勉強したの本当に12月くらいから、そのままちゃんと勉強したのかも分かんないけど、くらいだから、実体験をもとにね、なぜ受かるかっていうのを、ね、ちょっと説明しようと思います。で、まあ、まずね、あれだけ見てはいけないんだけど、マーチならどこでもいいって前提ね、マーチのね、ちょっと明治の、法学部とか、明治のなんか、すげえ頭のいいやつとかさ、青山学院の頭のいいね、外国語なんとか、なんとかなんとか、そういうのじゃなくて、マーチならね、おいらどこでも入りたいなり、みたいな、とりあえずマーチの肩書きが欲しいという人に向けての動画だから、ごめん、ちょっとね、髪の毛がね、スマホについてた、やってたけど、そういう前提で、話すから、志の高いね、志の高いところから失礼しますっていう人はあれはやめてくださいね。で、じゃあ、まあ、どこがいいか、大学どこがいいかって、まあ別にどこでもいいんだけど、俺は、もうあらかじめ言うね、中央大学の文系学部をおすすめします。まあまずね、じゃあ今から、じゃあマーチにね、受かりたいっていう人が、まずね、一番最初にすべきことは何かっていうと、俺もさっき言ってきたんだけど、わざわざね、わざわざさっき言ってきたんだけど、地元のでっかい本屋行って赤本とかいっぱい並んでんじゃん。その赤本で、マーチのね、大学のね、赤本全部バーって読んで、これが多分自分にとって一番簡単だな、みたいな。ここなら、点数取れるみたいな学部を探す。で、探すんだけど、多分大抵の人は、ね、まあ、俺がそうだからっていうのもあるんだけど、大抵の人は、おそらくなんだけど、マーチの中で一番簡単な問題を出す大学はどこかって言ったら、中央大学が一番簡単だと感じると思う。まあ、人によって違うから、一応見てみて、各自で。1時間もあれば終わる、本屋行ってね、立ち読みで、って読めば。で、俺もわざわざさっき見てきました、一応。僕が中央大学受けたの、3年前が2016年だから、なんか変わってるからしやろね。なんかいろいろ変わってたら嫌だなと思って、わざわざ見に行きました、私。感謝しろよ。で、見に行ってきて、で、中央大学も見たのよ。そしたら、相変わらず、なんかクソみたいな問題でした。ほんと相変わらずね、チンカスみたいな問題出してました。いい意味でね、いい意味で、クソ簡単だなって、まだ3年経ってまだ変わってないのこいつらって思うくらい簡単だったのよ。で、中央大学のいいところって、ただ簡単なんじゃなくてね、この大学のすごいところはね、簡単な上に合格最低点がバカみたいに低いのよ。これね、さっきから私はスマホをね、もじもじしてたの何かっていうと、私はね、いつもとか受験に関する動画撮るときにね、よく言ってるパスナビっていう、大学受験パスナビっていうサイトがあるんですけど、なんか河合塾の なんかが母体になってるね、結構信頼できるパスナビってサイトで、いろんな大学のね、受験の合格最低点が見れるんですよ。で、今、中央大学商学部の、合格最低点見てるんだよ。あ、これ一般入試の話ね。センター利用とかは、ちょっと難しすぎるから、今からだと。で、一般入試の話なんだけど、例えば、じゃあ僕の会計学科、僕が通って会計学科の合格最低点、多分これ去年かな。
去年の最低点いくつかっていうとね、これなんですけど、どれだ、あ、小学校会計学科フレックスコース一般入試350点満点中 218.3 なんですよ。でこれって、割合で言ったら6割くらいだと思う。多分6割くらい、6割から6割5分、7割はいらないくらいの点数なんですよ。あのこの偏差値、これ偏差値、偏差点換算って感じになってるんだけど、あのぶっちゃけあんま関係ないと思う。あのなんで関係ないかって俺が後で説明するんで、つまりね、あのクソ簡単な問題にもかかわらず6割から6割5分取れれば受かっちゃう。ああ、でもこれ聞いただけでさ、え、なんかほらいけるんじゃねって思うでしょ。あの今なんか心配になってね、不安になってあの勉強してる授業とかで、あのいけるのよ。ああ、そこなのよ。そこがね、中央大学のね、あのすごいところで、あのこれあのステマでもなんでもないからね、俺が事実を語ってるだけで、マジでね、一回問題見てみて。これ前々からいろんな動画で言ってるけど、本当に簡単なのよ。ああ、あの俺はね、俺がおすすめなのはあの英語国語で、選択科目、政治経済、うん、まあ、大抵あの私立文系って3教科じゃん。で英国はまあ必須として、選択を政治経済にして受ける、うん、でまあいろんなとこが言ってくるんで、もう国語は一切勉強せずに政治経済と英語だけもう勉強すれば2ヶ月で受かります。絶対ちょっと言い過ぎたな。まあよっぽどね言っちゃってない限りね、受かる。マジで受かる。国語を勉強しないっていうのはミソ。あのなんでかっていうと、国語って、何も勉強しなくても絶対30点ぐらいは取れる。中央大学のね、あの国語、まあ私立のさ、大したことないあの大学の国語なんて、大抵選択問題じゃん。選択問題だから適当に選んでっても、まあ3割ぐらいは取れるんですよ。100点満点中30点ぐらいは、まあ適当に選んでも取れる。適当は言い過ぎかもしれんけど、分かるところは、まあ頑張って解くじゃん。だから現代文とか、評論とかだとさ、何も勉強しなくてもなんとなく分かるじゃん。分かるところは頑張って、解く。でも分かんないところを適当にじゃあ選択で選んでも、まあ合算したら3割ぐらい取れるんですよ。多分というか、多分、いや変なことしなければ取れる。絶対確率的なもので多分取れる。でじゃあ30点ここで取ったら、これ合格最低点、じゃあ230点合格最低点としよう、うん、まあ偏差点だとしてもあんま関係ないと考えて、俺実際関係なかったと思う、正直な話。俺が受けた時で、そしたら、ここ30点取ったらあと200点必要で、それはもうあとは、英語120点、政治経済、80点、英語は150点満点だから、その8割の120点で、政治経済100点満点中80点、8割だから英語政治経済で8割取れば、国語3割で OK で、英語政治経済で8割、そんな難しいなりよって思う人いるかもしれないけど、全然難しくない。マジで難しくない。まずね、まあこれは俺あんま、俺正直ね、こんな中央大学小学校会計学科っていうね、誰でも入れるような学部でね、それ偉そうに語りたくないんだけど、中央大学レベルの問題なんて、もう勉強とか受験ってレベルじゃないんだよね。もうこれ作業なんだよ。筋トレと同じ。筋トレってなんかもう何も考えずにさ、やってさ、でモリモリ筋肉つけてさ、おついたなみたいな感じでさ、やっていくじゃん。それと同じで、もうこれね、勉強って意識でやるから、なんか難しいかなと思うだけで違うんだよね。もう受かるためのね、作業と考えて、ひたすらこの一点集中で、この中央大学社会学科の問題だけ、もう赤本、別に赤本解く必要ないから、赤本の問題の傾向大体覚えて、もう3年間くらい傾向変わってないんだよ。てか3年どころか当分変わってない、中央大学の問題って。俺が受けた時2016年の問題と、さっき本屋で見てきた問題全然変わってなかったから、多分おそらく変わらない、変わらないから、その傾向だけに沿った対策をひたすら積むと、まあその対策の方法とか、過去の動画で俺言ってるけど、まあ、あらかじめちょっと、まあ、まとめるとね、まあ簡単です。本当に長文のレベルも全然長くないし、簡単文のレベルが、だからなんか適当に長文読解なんとかみたいな問題集買って、適当に解いて、であとはなんかなんだっけな文字の並べ替えみたいなとか、うん、もう大したレベルじゃないしないから、なんかそういうのの問題集買ってひたすら回してれば絶対受かる。本当に受かる。すっげえ適当に言ってるかもしれないけど、受かります。うん、受かるんだよ。もうね、よっぽどの猿じゃなければ。で政治経済も一問一答あるじゃん、投資ライスクール。一問一答適当にやってれば受かります、本当に。僕はそれで受かりました。
何でもいいけど3ヶ月で受かったとか言ったけど、最初の1ヶ月か1ヶ月ちょいくらい意味わかんない方法で勉強してて何も身につかなかったのよ。だからよくね、僕が3ヶ月で中央大学受かったのはもともと基礎があったからみたいな、もともと勉強、まあ、それなりにできたからみたいなこと言ってる人いるんですけど、全くそんなことないのよ。本当にそんなことない。僕二浪してね、実質二浪して中央大学に受かったんだけど、その2年間のうちずっとニートしてました。ニートで遊んだりバイトしたりして全然勉強してなかったと、だから基礎も何もないんですよ、でなおかつ高校も、僕が行った高校もね、いわゆる自称進学校みたいな、偏差値50代のチンカスみたいなね、神奈川県立鶴見高校って誰でも入れるようなところで、何も俺頭良くなかったのよ。だって家庭法とかさ、関係代名詞すら分かんなかったもん俺最初。ね、中央大学をじゃあ受けるぞってなった時、ね、イギリスの大学を、ね、1日で辞めて帰ってきて、2015年のね10月1日日本に降り立ってね、生まれたての小児のような、ね、私捨てちゃうのはね、何も分かりませんでした。最初は本当に関係代名詞も分からない、ね、家庭法も分からない、で単語も分からないと、で政治経済に関しては勉強もしたことない、なんで政治経済選んだかっていうと、そっからね、一から勉強するってなったら多分政治経済が一番楽だなと思ったから、その状態からでもね受かったのよ。しかも何度も言ったように最初はどうやって勉強したらか分かんなかったから、なんか適当になんかターゲット単語、そのターゲット読んだりとか、なんか意味わかんないことしてたけど何も身につかなかったけど、12月くらいかな、ほんと今ぐらいから、ちょっとこれは頭使ってやらなあかんと、まあ、マーチ受けるのに頭使うも何もないんだけど、ちょっとこれはね、起点聞かせて、いかんといかんなと思って、まあほんと自己流というかね、それこそ、昔のところはいろいろ言ってるけど、ひたすらもう問題解くだけ、単語帳とか一切やらない、単語やらない、ね、なんかインプットっていう作業一切やらずに、で分かんなくてもひたすら問題解くもう全然分かんないんだよ、本当問題集買ってきて全然解けないんだけど、解いて分かんなかったねっつって、答え見て、ああこれこんな感じねっつって、でもうひたすら回す、で 2,3 周していくとだんだん答え覚えてくるから、だからもうアウトプットからインプットをするみたいな、これ今いいこと言ったんじゃない、アウトプット してもうインプットをゴリ押しで、やるみたいな感じやったらね、まあいったね、突破したね、本当多分当日それこそ中央大学の入試、本当に英語成績の8割は絶対取ったと思うし、国語も多分ここが30点くらいあったんだけど、それでも受かったんだよ、から偏差点だからもっと取らなきゃいけないみたいな人いるかもしれないけど、いや多分俺そんな関係ねえんじゃないかと思って、偏差点って何かっていうと、なんかその230点取ったとしたら、その点数がそのまま採点されるんじゃなくて、なんか偏差値換算されるみたいな、まあ、詳しく調べてください勝手にね、感じなんだけど、じゃあマジでうかったからね、うんとやってみてください、詳しくはね、私の過去の動画カタカタ調べてちょっと見て、宣伝させていただきます。でまあ最後になるけど、じゃあお前偉そうなこと言ってね、今から勉強するけどもし受かんなかったらどうすんだよと、いうね、子たちいるかもしれんけど、俺別にそれでもいいと思います、それでいいと思うんだよ、いやじゃあね、例えばじゃあ東大にね、俺がね今12月から東大勉強したら絶対受かるぜとか言ったら、それはしんどい方がいいと思うけど、たかがマーチだから、すごい言っちゃ悪いんだけどさ、今の時点でマーチに受かるかどうかわからないっていうね、人間なんて言っちゃ悪いけど、もうどこ行っても同じだと思うんだよ、どこ行っても同じって言い方ちょっと悪いな、じゃあマーチ今から勉強して受かりませんでしたと、でも受かんなかったとしても多分ニッコマぐらい上がるんじゃない、マーチに向けて勉強してれば、じゃあそのマーチとニッコマだったら大して変わらないんじゃないのっていうのが俺の考えで、じゃあそれは東大にね、すっげー行きたくて勉強してて受からなかったっていうのは結構来るかもしれないけど、いやマーチ第一志望にしてて、でそれ受かんなかったからって君の人生何が変わんのっていう、ちょっと思っちゃうんだよね。まあ人それぞれなんかいろいろ考えがあるから違うかもしれないけど、いや所詮たかがマーチでしょみたいな、マーチとニッコマだったら大して変わんねえんだから
お前ニッコマに行くことになったとしてもそこで頑張れよっていうね、そういうふうにあの俺考えちゃうんで、うん、要はその受験にね人生をねかけすぎてる、まあのまあ、東大とかだったらまだ分かる、東大とかすっげえところだったら医学部とかだったら人生かける理由もまあちょっと分かるんだけど、いやマーチ受験とかにさ人生かけってあの落ちたらおしまいだみたいなことを考えてるいいやつはあの本当あの頭いっちゃってるから、考えました方がいいから本当にっていうね、それくらいの気持ちで受けたら絶対受かるから、俺それくらいの気持ちで受けてたから、うん、まあ、当時ねあの本当大学2回も辞めて、で3回目の大学受験で本当親にど泣き寝入りして土下座して、あの本当これあのマーチ以上の大学受かんなかったらもうあの僕高卒であの餃子の王将で働くんで最後のチャンスくださいって言って、それくらいねあのまあ言ってしまうと俺も人生かけてやってたんだけど、あの心の中ではまあ別に落ちてもいいかみたいな、正直あの高卒で働くのもまあいい悪くねえなみたいな、めんどくせえしみたいな大学行くのもって思ってたから、うん、まあほんとそれくらいのね、言っちゃうけどマーチくらいの大学に行きたいんだくらいのやつだったらそれくらいの意識でいいんじゃないですかっていうのが結論ですわ。まあでも、ね、できる限りねあのレベルの高い大学に行った方がいいっていうのが僕の心情なんで、まあこれからね、あとほんとまあ2ヶ月くらいだ、ほんとに2ヶ月くらい、2月の初めくらいでしょマーチの一般受験は、今願書受付とかしてると思うけど、まあね最善の最善を尽くして、まあ、より良い結果になることをね、祈っております。